こんにちは、島村楽器名古屋バルコ店の岸本です。東田です。はい、じゃあ東田さん、はい、前回1回目のレッスン終えられましたが、はい、この後また練習もされましたか？しました。先生に教えてもらった部分を思い出しながら、難しい部分はまだまだありますか？あ、でも今日はまた2回目レッスンを迎えますので、はいはい、今日はどんなレッスンになるかまた楽しみですね。楽しみです、はいはい、では今日もレッスン頑張っていきましょう。はい、はい、それではどうぞ。これはあれですか、音色が変わるみたいな感じですか？あ、そうあのピックアップセレクターって言って、はい、ここがどこ使うの、うん、っていう、うん、今この状態は、あ、今こっちこっちを、そうっていうのがそれで選べるので、まあでも鬼滅みたいなロックは、はい、基本そっちで全然いいかな。はい、よし、お願いします。お願いします。ということで前回やっていただいて、はい、まあ、全然弾けてたので、いや全然弾けてたので、いや、あのこのブラッシングがズクズクズク、ね、はい、ここから次にっていうのが一番苦労しました。そうそう、そんな風じゃできてたけどね、普通に。いやいやいや、すごいできてたので、まあ今日はちょっとその曲もやりつつ、はい、ちょっとまず最初はちょっとまあ基礎練、はい、基礎練、まあ難しくない基礎練なので、正直まあなんかよくある、はい、よくある基礎練にプラスアルファちょっとしてるかなぐらいかなと思います。はい、ということで、ほぼ初見、はい、ほぼ初見、さっき見たからさっき見たからほぼ初見、うん、ほぼになってしまう。ということで一応じゃあこのよくあるやつで、あの、はい、クロマチックって言ってこの、こうよくあるってよくあるやつをやっていこうかなと思うんですが、まず何も言わないので、はい、ちょっとやって、はい、お好きなテンポでいいです、はい、どうぞ、はい、そう、ごめんなさい、間違えてるんだ。それ6のままでいいです。そう。はい。OK です。動かし方はね、結構いい動かし方をしてたので、そう、これよくあるのが、一応ここに指のバタつき改善フレーズということで、書いてあるんですけど、はい、よくあるのが小指をこう、不用意に上げる。こう、そうそう、バタバタしちゃうので、この小指をちょっと抑制しようということで、まあ今もちょっと上に上がってるので、当然多少なりは上がるんですけど、それを少し改善しようということで、こう今多分普通に 3,4,5,6 はいけると思うので、行ったらそのまま小指を置いたまま上に、で直前まで離さない、音がこう残ってる感じで混じってくるので、これでちょっとゆっくりでいいのでやってみてください、はい、右手はアップダウンとか、そうオルタネートピッキングって言われるのダウンアップの繰り返しでやってもらえればいいかな、はいはい、おうそうすごい、おすごいできた意外にそれ結構みんな苦労するので、スムーズに動かない。本当ですか？でもやっぱり浮いちゃいますね、意識しないと。そうなんでその意識するのがすごい大切なので、意識しないと本当ポーンって上がっていくし、まあ見た目もね、うん、あまりなんかバタついてると良くないので、うんうん、僕も昔こんなんだったんですよ、うん、なんかこうなんか小指が立ってる状態だったので、うんうん、そういうのもあって、なんかかっこ悪いなっていうのもあったので、はい、まあ、ちょっとこういうので直していくっていう感じ。はい、うん、これは練習する前に毎日やってもらっていいかな。まあでもずっとそればっかり撮ってもね大変なのでそうなんで5分まあちょっとやるぐらいでいいかなと思います、はい、でちょっとずつ意識して、はい、まあ、小指をバタつかせない、はい、うん、不用意にバタつかせないようにって意識してもらえれば、いずれ無意識でそれができるので、まあ、やってもらえればいいかなっていうふうです、はいはい、早くできるようになった方がいい、いずれでもあまり早くやらん方がいいかなっていうのがあって、早
早くやることが目標っていうよりかそのバタつきを抑えることなので、はい、意識しなくなって、うんうん、その結局バタついちゃった意味がないのでなるべくゆっくりで意識ができる、はい、意識してできるテンポでやってもらえればいいので、うん、速さはあまり正直、はい、あの気にしないかなっていう感じです、はい、じゃあ次、はい、そうこのなんかイメージ音の位置をちょっとざっくり書いたんだけどこんな感じ、うんわかるかな音が上がるそう音が上がって、まあ、右手の左手の動きもこんな感じで、はい、上がって下がって上がって下がってみたいな、うんうん、になってて最初やりにくいかもしれないけど、はい、普通にこう、はい、っていう風に、まあ、今度この上がっていってみたいな、はい、で下がっていくっていうここ、うん、こっち、うん図の通りでした。そうそう、こんな感じでやってもらえればいいので、はい、そうそう、ちょっとイメージしにそういう風にしてもらえればいいかなと、はい、でこの時も小指をまたあまり離さないようにこれは多分離さないでもいいので、はい、そうあまり離さないようにしてもらって、はい、でかつオルタネートピッキングで、はい、ゆっくりでいいので、はい、やってみてください、はい、どうぞ、はいそう次2フレットに行くんじゃないかなそうお次はそうで6弦5フレットから次は始まって そうはいっていう感じ で一応今それがどこまでなってたっけ9フレットまあ9フレットまでになってるんですがまあ全然その先も行ってもらってもいいのでうんそれをやってもらえればいいかなというふうですまあこれはどちらか右手がどの弦を弾くかっていうそう右手まあのオルタネートでやるので結構やりにくいと普通だったら多分こういうのやった時にトン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 みたいなダウンダウンダウンみたいなでこう上がっていくときはみんながアップでみたいな感じになりやすいのでまあそれをちょっと抑制するというかあえてやりにくいようにしてオルタネートでやろうかなっていうふうですねはいそうまたどこからでもこう上がってもらえればそう別にこれこの通りっていうかこの形をこうキープしてもらえればいいので指は離れちゃいますねあそうなるべくその離さないようにっていうまあ離れすぎないように、うん、気をつけてもらえればいいかなっていうあすごいおおでもできてる OK ですまあ、多分ほとんどいろんな曲やっていくとギターソロとかもそうなんですけどだいたい2つとか3つの音弾いたら次の弦とかが多くて、うん、なんかこう、はい、こうみたいな感じでどんどんその1つ2つ弾いたら次の弦とか、うん、2つ3つかな弾いたら次の弦に行くんだけどこうなかなか1個ずつ弾いたら次の弦ってなかなかないのかなっていうので多分やり慣れないので、はい、あえてそういうのやって、はい、右手を鍛えてもらえればいいかなと思います、はいはい、まあこれなお、まあ、ちょっとやってもらって曲を弾く前に、うんうん、ちょっと時間ある時にやってもらったらいいかなっていう風です、はい、ということでとりあえず基礎練は終了です、はい、ありがとうございます、はい